こんばんは。株式会社ポケモンの石原です。今日はこれから発売を予定しているいくつかの新作を紹介します。今の世界がこのような状況だからこそ、ポケモンであればつながれる世界を私たちは作り出そうと思っています。まず最初に紹介するゲームはポケモンスマイルです。こちらの映像をご覧ください。歯磨きの時間、それは子供たちにとっても親にとってもちょっぴりストレスのある時間。そんな時はポケモンの力を借りちゃいましょう。ポケモンスマイルは毎日の歯磨きをちょっと楽しくしてくれるゲーム。ポケモンと一緒に歯を磨いて虫歯菌をやっつけることで、しっかり歯を磨きながらポケモンを捕まえることができます。ポケモンスマイルは子供と親の日々の小さなストレスを楽しい時間に。子供たちが楽しく歯磨きの習慣を身につけるお手伝いをします。ポケモンスマイル、本日より配信スタート。いかがでしたか？ポケモンスマイルは歯磨きが苦手だったり嫌いなお子様でも楽しみながら歯磨きが上達し習慣化していくことをサポートします。上手に歯磨きをしてポケモンを捕まえていくことで毎日の歯磨きが楽しみになります。ポケモンスマイルはこの後順次iOS、Android 向けに無料で配信します。ぜひダウンロードしてお楽しみください。次に、ポケモンとカフェとパズルを掛け合わせた新しいパズルゲーム、ポケモンカフェミックスをご紹介します。まずはこちらの映像をご覧ください。ポケモンの新しいパズルゲームが登場。ポケモンカフェミックス。君はポケモンたちの集まるカフェの店長さん。オーダーを受けたらパズルに挑戦しよう。ポケモンをくるくるつなげる新感覚パズル。毎回変わるパズルで楽しく可愛くて美味しそうなメニューを作っちゃおう。お客さんはみんなカフェが大好きなポケモンたち。仲良くなるとカフェをお手伝いしてくれるスタッフに仲間入り。個性豊かなカフェスキルでパズルをサポートしてくれるよ。ポケモンたちと協力してパズルをクリアしよう。ゲームを進めると新しいカフェスペースが広がってお店も成長。どんどんアイテムやメニューを充実させれば人気のカフェに。噂を聞きつけた新しいポケモンが来店するかも。任天堂スイッチでもスマホでも楽しめるくるくるつなげる新感覚パズルでポケモンたちとおしゃれなカフェを始めよう。ポケモンカフェミックス。ポケモンをくるくるつなげる新感覚パズルでポケモンたちと一緒に賑やかで素敵なカフェを作ってください。ポケモンカフェミックスは
Nintendo Switch と iOS、Android 向けに近日配信いたします。本日よりあらかじめダウンロードや事前登録がスタートします。ぜひご登録をしてお待ちください。次はこちらです。20年以上前に Nintendo 64で発売されたポケモンスナップが Nintendo Switch で生まれ変わります。現在鋭意開発中ですので続報をお待ちください。次はポケモン GO についてです。ポケモン GO ではこの数ヶ月家の中でも遊べる仕組みなど様々な対応を実施してきました。現在の状況下でも楽しく遊んでいただけるよう引き続き開発に取り組んでまいります。さて先日ナイアンティックさんからも発表があった通り、これまで世界のさまざまな都市で開催してきたポケモン GO フェストについては今年は形を変えて実施する予定です。参加者の皆さんが世界中のどこにいても楽しめるイベントになります。さらに勝利をもたらすあのポケモンも登場しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。本日はもう一つポケモン GO からお知らせがあります。ついにポケモン GO にメガ進化が登場します。ポケモン GO ならではの遊びが詰まった新しいメガ進化をお届けできるよう鋭意開発中です。メガ進化したポケモンたちとの出会いを楽しみにお待ちください。次はこちらです。ポケットモンスターソードシールドの世界がさらに広がり、新たな冒険を楽しめるエキスパンションパス第1弾鎧の孤島がただいまより配信開始となっています。すでにダウンロードされた方もまだこれからの方もぜひ新たな舞台での冒険をお楽しみください。さらにこの配信開始を記念したいくつかの取り組みをご紹介します。幻のポケモンゼラオラが登場する特別なマックスレイドバトルが開催されます。期間中に100万人のプレイヤーが見事ゼラオラに勝利すると、色違いのゼラオラが皆さんの仲間になってくれるようです。ぜひご家族ご友人と力を合わせてバトルに挑戦してみてください。さらにポケモン GO では先ほどから
ガラルの姿のカモネギが登場しています。加えて鎧の孤島で主人公が身につける修行服もポケモン GO のアバターアイテムとしてプレゼントされます。こちらもお楽しみください。今日の発表は以上になります。ただ実は今日ご紹介できなかった大きなプロジェクトがもう一つあります。そちらの情報については来週6月24日にお届けする予定です。楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。